その企業の姿勢としてですね、私が最近ちょっと疑問だなと思ってる、自分のところが採用で人を取りたいがために、インターンシップという道具を使って学生とのなんか囲い込みをしようとするみたいなですね、そういう社会的風潮があるんではないかなっていうのをですね、私感じてるんですけど、これ。早い時期からインターンシップとして受け入れてる企業は、そういう企業は少ないと思います。しかし、今のようにその採用が難しくなってくると、今言われたような採用に結びつけたい、そのために何するか、インターンシップでつばをつけたいというような会社は増えてると思いなまるす。ほど。じゃあもうここ2、3年のこの採用難の中で急激に増えてきてる。ああ、なるほど、現象なんですそうでね。すね。学生を受け入れてる以上、この学生いいなっていう思いは企業あります。だけども、それ以上にインターンシップで受け入れて、育てるんだということの方を強く考えてる企業の多いはそうずでですすね。ね、そうですね。その結果として学生さんがその企業に何か惚れたり恩義を感じたりして受けに来るとか、自分の候補の一社に入るっていうのは健全ですよね。健全です。それはあっていいことだと思います。だから、そのためのインターンシップでもあるはずですから、本来インターンシップの目的は、自分が選びたい職業をどう見つけるかというところにある。それも一つにあるわけですからね。たまたまそこがインターンシップで行った会社にぴったりだということだって当然あるとそうで私すは思っね。てるんですね。それを私は妨げてはいけない、なそるこほど。に、就職するってことを妨げてはいけないとは思ってるんですけども、今の文科省の見解では、そこを妨げてるわけですね。なるほ就ど。職と結びつけてはいいけけなないいと。と。時には結びつくということもあるっあていうる可と。能性そうは、ですね。表現しておいた方がいいなとなる私ほは思ど。うんですけどね。自分が行きたい業種とか、自分が行きたい仕事の企業にインターンシップに行くということも、学生さんのほとんどがそう考えるでしょうけれども、ある意味でその自分が興味ないんだけれども、偶然出会ってしまった出会いによって職業観が決まるとか、そういう思わぬ予期せぬ出会いによっての職業観の開拓みたいなものがかなり世の中で起きてるんではないかなと思いまして。それは大切だと思っているんです。で、就職をどうに縛られてるかっていうと、やっぱり自分たちが学んだ学問に縛られてるケースが非常に多いんですね。ところが、学んだことがそのまま仕事に生かせるってほとんどないんです。生かせるのは、そこで学んだ論理思考であったり、あるいは知識であったり、そういったものが生かされるんであって、そこで学んだ学問に直結するような、例えばその経済学部を出たからどうしても経済を専門家にならなきゃいけないとか、こういうような縛られ方って非常に、その職業を狭めてしまうと。確かに。だけど、それにとらわれる学生さんって非常に多いんですね。で、ところが、人間の能力っていうのは非常に多彩な能力がある。で、自分たちが高校時代に決めた専門性だけに縛られたら、もっと別に能力があるものを自分自身でな、えそれこ、きちこんれと。は、え、芽を摘んでしまうという可能性でいくらでもあるわけですね。確かに、だから、確そういった意味では、その専門外のところに行くっていうのは非常に私は大切なことだと思ってます。その人の隠れた能力、本当はその能力の方が高かったかもしれないというのを発見できるはずなんですね。で、だから、そのためにはできれば多くの企業がインターンシップを受け入れてほしいと。そうですそのね。学生のそのインターンシップで経験する機会を増やしてあげたいなっていう気はしますね。出てきた登場人物でいうと、まずその学生さんというインターンシップの主役がいて、それから大学という所属している組織があり、それから受け入れ先である企業というところがあり、今度学生さんの向こう側に今度親というですね、学生さんの4人の登場人物が出てきたかと思うんですが、ちょっと最後にそのそれぞれに対するですね、何かこう提言というか、まとめていただくこと可能でしょうか。インターンシップについて言うならば、この中心にあるのは学生さんなんですね。主役は学生でなきゃならないと。これがやっぱりまずみんな考えなきゃいけない。
この学生が今どういう教育を受けて将来どういう道を選んでいくかっていう、そこを決める重要なあの体験がインターンシップになっていると。日本の将来を任せる学生さんに対して企業がどういう知恵をあのその人に醸成できるか、あるいはどういう意識を醸成できるかということを企業は当然考えなければいけない。で、企業自体がやはり日本の経済の中でずっと継続するというためには、そういった若い人たちを受け入れて、その人たちがこの会社の中で力を発揮してもらわなきゃならないという関係があるわけですね、はい、だからこのインターンシップに対しては自分たちの将来にも関係あるんだということを前提に、インターンシップの受け入れということを考えてもらいたいなと。で、大学も全く同じです、はい、先ほど言った教育基本法にのっとったその学生をどのような国民として育てていくか、どういう使命を持って社会に送り出していくかということを、やっぱり大学は考えなきゃいけないと思ってますね。明らかに学問だけを教えればいいという場ではないというふうに私は思っています。将来のことを考えるということは、やはり大学といえども企業のこととの関係性というものをやはりじっくり考えて、学生と企業という関係をやっぱり大学の中でちゃんと位置づけていくと、教育の中に位置づけていくということを考えてもらいたいなと思います。親と子どもさんの親子の関係ですね、はいはい、で確かに親の立場で言ったら、子どもがどう成長してどうあの生活するかということを見守っていく立場としては、やっぱりいい生活をしてほしい、はい、幸せになってほしいっていうのは、これはまあ基本にあると思うんです。だけどもその人の人生が親が言ったところで幸せになるかというと、そんな保証は何もないわけですね。だとしたら、その子どもさんがどういう道を選ぶかということを、子どもの持っている価値観によって選んでいくというのは本当は大切なわけです。その価値観を作り上げるためにインターンシップ、社会を知る、企業を知る、仕事を知るという価値観をインターンシップの中から作り上げて、で自分自身で判断していくと。親はそれに対してやはりあの進路を妨げないアドバイスをする程度に私は留めてほしいなと思いますね、はい、小暮課長、今日は大変貴重なお時間とお話をありがとうございました。はい、小暮さん、ありがとうございました。